初めて弾いたんですね。それ多分セミアコかフルアコかどうしたっけな。フルアコですね、その時は。もう弾かせてもらって、あ、なんかすごいしっかりした楽器を作るおじさんなんだろうなって西垣さんという人は。で、その時に自分が作ったギターを、で、そのソリッドのね、ものを。そうですね。楽屋かなんかで弾かせてもらって、あ、すごいギターだなと思って。で、なんか一緒に。したいよねっていう話になって。でそれで小牧さんご出身があの兵庫なんですけど、うん、僕もあの神戸でギター作ってまして、うん、まあ、同郷だし年齢も近いしなんかやりたいなと思って、うん、シーラスっていうモデルなんですけど、これはちなみにソリッドボディ。そうですね、ソリッドでレスポールみたいな、レスポールっていうギターがあって中がくり抜かずに板を張り合わせた状態になってるんですけど、ちなみに小牧さんは、はい、この初めてスタイル N を使うにあたって、なんかこういう音を求めて作られたっていうのは。最初は、このシーラスのボルトオンっていわゆるこうネックをネジで止めてるタイプを借り貸してくれて、
でそれをね使ってて、やっぱ俺が使うならこうしたいなっていうのを、まあ、フィードバックして、うん、で、まあ、2人でこういろいろ話して、ね、そうですね。で、まあ、ちょうどそのボルトオンの何ていうんですかね、こうスーパーロー低いところがなんか僕が普段やってる現場とかで必要ないなみたいな話をして、そしたらセットネックの方がその重心ちょっと上がってっていう話から、うん、じゃあセットネックで作ってみようかみたいなところだよね。そうですね。でそれでその弾くならこういう風に弾くから、うん、ここら辺が楽だともっと現場で使いやすいとかで、こうなんか削ってもらったりね。あとまあパーツもね、いろいろこうやっぱロック式のものがいいとか、うん、まあ、弦交換もあとチューニングも安定するし、であとブリッジだよね。そうですね、ブリッジも、まあ、いわゆるレスポールと同じので、はい、これあのテールピースっていうのがアルミでできてて、ちょっと軽くてこうアコースティックな音も出せるけどちゃんと歪みも使えれるみたいな、現場でどれだけ使えるかっていうのを念頭に置いて、なるほど。でこうもっとビットに特化した音色にならないかなっていう、その最初に借りたやつはものすごくこうレンジが広くて上も下もなんか割とパキッとしてて、もうちょっとこうなんか声に近いような音にならないかなみたいな、うん、でそこをお互いじゃあミドル出すためにはこっちのパーツがいいんじゃないって言ったりで、まあ、少しずつこうね話をしていきながらイメージが固まって、じゃあ始めようって言ったのが確か去年のこのぐらいの時期ですかね。でそれで年末ぐらいから使ってもらって、そうです。でまあいろいろあのこのここも変えたよね。そうですね、なんか色重さで結構音が違くて、うん、そういうとこもなんかこだわったり、あとピックアップ、そうです、ベアナックルのネイルボムっていうのを使ってて、で、タップ、コイルタップをつけてるんで、まあ基本のコツハムなんですけど、クリーンとかでこうジャキッとさせたりもできる。ギターを完成した後に現場で使っていく中でこっちの方がもっと良くなるんじゃないかっていう話の中で、そうそうそう、うん、であと、まあ、弾いててやっぱ、まあ、僕基本こうストラトとかレスポール弾きなんで、ここがね開いちゃうと、開いちゃうとリズムが安定しないっていうので、やっぱフィックガード作ろうよなんつって、そうですね、で彼の作業場に行って一からデザインしたんですよね。そうですね、その日にこう一緒にデザインを書いて、まあ、その場で削って、でこれなんかもその白い、ね、遠目に見たらプラスチックがあると思うんですけど、これも日本の木で作ってあったりして、ちょっとこれタモっていう木なんですよ。ギターで言うとアッシュが近いですね。であとそのここで言っちゃったんで一気に言うと、トップも日本のメイプルだったり、ここに貼ってあるのは吉野奈良県の杉をちょっと貼ってあったりで、ちょっと日本っぽいテイストも出しながら、ちょっと塗装炭で黒くまとめて、やっぱりその小口さんもこうすごい上手いプレイヤーってなると、どんなギターでも弾けちゃうってみんな思うんですけど、上手ければ上手いほどこう自分のボイス感とかすごく大事にしたいときに、自分にすごく近い楽器が必要になるってことがたくさんあることを僕もいろんなミュージシャンから聞いてて、でその中でね、まあ、やっぱり一番ストレスない状態で演奏できるっていうのがやっぱり目標だと思うんですよね。そのいい音って多分絶対たどり着けないっていうか、自分にとってベストな音って多分明日には多分変わってるけど、楽器 の, そのストレスをなくすっていうのはプレイに集中するっていうのがまず大前提だと思うんで、そこに関してはもうかなりクリアしてくれたなっていうところですよね。なんとか嬉しい、嬉しいですね、たまに褒めますね、うん、あと彼はそのセッティングも素晴らしくて、多分まあ他のギターも多分弾けば分かると思うんですけど、
やっぱバッチリなその自分が思ってるところに持っていってくれるんですよね、セッティングで。結構楽器って本当セッティングで変わるよね。そうですね、うん、8割ぐらいはセッティングだと思う。他のギターとかも弾いてみようか。いいんですか。いいよ。ちなみにこれはあの小室さんに初めて作ったそのシーラスとカーブトップっていうモデルなんですけど、これと同じようなスペックで作った個体があって、そうですね、これもその材料としては同じメイプルっていう木をトップに貼って、バックにスパニッシュシターっていう、ちょっと軽いですね、クラシックギターのネック材なんかに使われる材をバックに使ってるんですけど、同じ分面の材でも全然音が違うんで、これも楽しみです。そうなんですよ、ありがたいことに。欲しい人がいたら、あの彼に言えば、ぜひともブルーギターさんで。あとはその、ここにあるのはそのエレキが2本なんですけど、実はあのいつもあのジャズギターっていう、まあ、アーチトップっていうジャンルのギターをよく作ってまして、それもちょっと1本、店頭にあるものをぜひともチェックしていただきたい。そう、だから元々はこの、こっちのこのジャズギターのイメージだったんですよね、この彼の作るギターっていうのは。それこそ初めに触っていただいたの。そうそうそう。で、小沼さんとかメイ君とか使ってて、周りのミュージシャンも使ってたんで。でこれもそのトップの木が木曽ヒノキっていう岐阜の木の木で、岐阜のヒノキで、ヒノキちょっとぐらいじゃないですか。いいです。でヒノキと、まあとの、うん、さっきのこっちにあるやつの杉っていうのはもともとこんな赤い色をしてるんですよ。でそれをちょっと炭で塗るとこうなって、色塗らないとこうで、いい匂いします。いい湯だわちょっとリラックス効果も狙ってみたんですけどね。ヒノキででもあんま使わないでしょ。そうですね、だいたいギターってそのもう決まった材があってそればっかりなんですけど、それじゃなくてもちゃんとこういい音するんじゃないかなと思って。そもそもだってヒノキって高い印象だよね。なかなか。ちなみに こちらおいくらになってるんですかね。と100万円。ちょうど100万円です据え置き大きいプライスで。すごいね。ただやっぱりその、ね、しっかり作ってあるものは自分が弾いて、自分の例えば子供が弾いて、孫が弾いてっていう風に
ちゃんとギターが残っていくように作ってるので、で先を考えればポキで。まあね、孫がギターに興味を示すかどうかは分かんないからね。でもまあ長く使える、しっかりし、とにかく、ね、丈夫なんですよ彼のギター。彼が作ってるから丈夫感がある、そこはすごい信頼できる。見た目的にね、握り込むスタイルで弾くってなると結構大変だったりするけど、やっぱ彼の方はその日本人でも全然こう抱え込めるっていうか、そう、握り込めるようになってるっていう印象はどの見た目もありますね。ありがとうございます。でこれもその土佐の、土佐、高知県の杉で、結構日本の材をね、どのギターにも少しずつ取り入れたりしてるんですけど、あんまりそのいわゆるギター台で使われてるマホガニーとかメイプルとかと比べて、その明確に違いはないですよね。ああ、そうかも。質がどうこうというか、音の傾向が違うみたいな。あ、でもこれはさっきの2本の間ぐらいのニュアンスだね。そうですね。これなんかさっきちょっとパリッとアコースティックだけど弾きやすいみたいな。して言えるのは、高音がすごい太いんですよ。なんかペシャペシャしないっていうか、なんか立体的になるようには意識してますね。うん、なんかダメなギターだと強く弾きすぎると、まあ、アタックの音ばっかりになっちゃって、でもなんか彼のギターって実音がしっかり聞こえる。作れる人はあんまりその年関係なくあんまりいないなっていうのが、まあ、ギター響きとしての印象 で、まあ、今その100万円つってちょっといじってましたけど、多分ね、まあ、この楽器多分ずっと使えるから、多分10年後20年後になったらそれが彼のね、その作品としてまた改めて評価されるとしたら、また値段上がるんじゃないかなって思うような、いや本当、まあ、お世辞もちょっと入れてるけど本当そう思うんですよね。
Thank you.